はい、皆さんおはようございます。今日はおはようございますですね。おはようございますですね。はい、井川直輔です。お久しぶりでございます。皆さんお元気でしたでしょうか。なんか台風が来たり水害があったりと思えばこんなクソ暑くなりまして、体のこと、気をつけてください。北海道もなんか連日30度超えをしてまして、私が子供の頃っていうのは北海道はもう基本30度は超えない地域だったんですけども、もう暑くて暑くてっていう感じですね。はい、ちょっとしばらく動画を上げてなかったんですけども、上げてなかった理由がですね、行き詰まってましたね。はい、何が行き詰まってたかって言いますと、現場で役立つ技っていう趣旨で、動画をアップしていったんですが、競馬の動画を除くと、50本ですか、私動画を上げたんですけれども、50本ぐらいしかないんだなっていうのがちょっとありまして、どうしようか迷ってたんですね。このままやめてしまおうかなみたいな感じで。で、やめるにはちょっとあれかなと思ったので、アクセスのですね、基礎からちょっと説明をしていきたいと思います。本当でしたら私がですね、こうスーツなんか着てホワイトボードをバックにやれば、見てくれる方いっぱいいるのかなというふうに思うんですけれども、ちょっとそれはできないので、相変わらず声だけで、説明をしていきたいと思います。はい。で、今日はですね、何について説明しようかと思ったんですけど、質問の中でなんですけど、理解されてる方はこれは全然見なくてもいいんですけど、周期を、理解されてる方が、理解してないっていう方が、いらっしゃいましたので、ちょっと今日はね、それについて説明したいと思います。はい。で、まず、どこでアクセスをまず挫折するかって言いますと私は一発目は主キーでした。何回やってもこの鍵のマークが設定できない。はい。ね。しかも、こう、アクセスを起動すると、いきなり ID とクリックして追加欄っていう風になってるんですけど、じゃあ、中を見てみようかななんていうふうに思ってこうやると、名を付けて保存だなんて、こんなテーブルなんか僕保存したくないよだなんて言ってキャンセルっていうとこのまま進まないしみたいなね。まず、今日からアクセスを始める方っていうのは全くこういう画面で出てくると思います。で、例えば何を追加しようと思ってもこう何もできないような状態になってしまうので、まずは1回アクセスをやろうと思ったら、これ閉じるってやるとこれ何も出なくなっちゃうので、1回初めの画面、テーブル作成とこの画面になると思うので、それで上書き保存っていうふうにしてください。ここで適当な名前をつけてください。僕は必ず、マスターテーブルの役で MT とつけます。はい。MT の、例えば、何にしましょうか、何でも AA にしましょう、AA にしましょうか。そうすると、ここのところに AA っていうのが、できます。はい。で、この AA のところから、これ一回バスで閉じてもらって構わないんですけど、この状態、画面の、メインウィンドウの方は、何も開いてない状態で、この AA を右クリックして、これデザインビューってやってください。そうすると、テーブルの中の、構造を作ることができます。はい。間違っても、別にやれる人はやってもいいと思うんですけど、こっから追加することはやめた方がいいと思います。なんでかっていうと、ここでこっちの方がはるかに間違いにくいからですね。で、例えば、名前としまして、ここの ところで、型を選ぶんですね。Excel っていうのは、もうこんなのもうどんとこいで何があってもいけるんですけど、アクセスはやかましいんですよ、うるさいんですよ。ここで決めとかないととんでもない目に遭うので、通常は、短いテキスト、2013前の方はここテキストになってると思うんですけど、テキスト関係の方を選んでおけば間違いないです。で、例えば、日時とすると、これは、絶対に、時間が確か入らないように なります。で、例えば、仕事にしようか。仕事。で、ちょっと、長いテキストが型とか、いうような感じで、いけます。で、こういうふうに作っておくんですね。で、皆さんは、これをやったときに、
あ、そう。例えばこうしましょう。ここに。まあ、社員 ID はまあこれ数値型にしましょうかね。数値型にしましょう。これ数値型にしてしまいますと、これ Excel と一緒で、初めの0の文字は入力されないです。0123は123として入力されます。で、ここで私がまず一発目に思った疑問で何っていうと、なんでこの ID っていうのがあるのかなっていうのが分かんなかったんです。分からなかった。で、要は、これは主キーを設定するのは、この、ここ。鍵マークを外すとこれは主キーにはならなくなります。こっちの方で A というふうにすると、今度はこの社員 ID が主キーになります。で、このね、これは僕の想像ですよ。僕の想像です。アクセスのところで、なんで一発目 ID にこの鍵マークがついているのかというと、鍵マークをついていない、つまり主キーがないデータベースなんて意味がないんですね。意味がないって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、昔々ね、クリープを入れないコーヒーなんてっていう、クリープっていうね、粉ミルクっていうか、宣伝があったと思うんですけど、クリープを入れないコーヒーどころか、もうコーヒーの素を入れないコーヒーに等しいです。この主キーがついてないっていうのは、それくらい重要なんですよ。で、それくらいあれば便利なんです。で、皆さんが、この主キーを理解するのに、ちょっと昨日いろいろ考えたんですけど、例えばこんなんで考えてみたらどうでしょうか。はい。まあ、賛否両論っていうか、まあ、いろいろ、こうね、国民を番号で管理するってことになってくると、なんか人権団体だとかなんだとかが、まあ、いろいろ、まあ、ギャー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 言ってはいるんですけれども、例えば、納税台帳、住民台帳、社保台帳、まあ、社保台帳っていうのかどうかわからないですけど、で、これを、例えば、井川直輔っていうのが、これを、これ、これ、これ、ちょっと色つけましょうか。これ、今までの日本って多分ですよ、どうなってたかっていうと、納税は納税で管理され、住民台帳は住民台帳で管理され、社保庁は社保庁で管理されっていう風になってたんですよ。そうじゃないですか。で、もう金がかかってるもんだから、やたら住民、納税台帳、まあ、国税局だけは厳しいっていうような状況になってましたよね。ところが、皆さんどうですか？これ、めちゃくちゃ効率悪いですよね。めちゃくちゃ効率悪いです。しかもこれ多分、俺らの税金使って、この効率の悪い仕事をどんどんやってるわけですよ。それで、一時、住基ネットってのがあったんですけども、その住基ネットっていうのも、なんかギャー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 騒がれて、なんかもう、全然、その住基ネットの番号なんかどこに行ったのかも分かんなくなってしまったんですけど、今度は国を挙げて、このマイナンバーっていうのを使おうっていうふうになったじゃないですか。はい。マイナンバーで。これめちゃくちゃ便利ですよ。僕も会社でなんかマイナンバー管理されてるはずなんですけど、このマイナンバーは1億2000万分の1の番号を井川直輔に振ってるわけですよ。そうすると、ここのところに、例えば1234というふうな番号が出たとしましょう。で、そうするとですよ。この1234のマイナンバーの番号がこの4つの四角形を全部つなぐキーになるんです。めちゃくちゃ便利じゃないですか。まあ、僕はね、柄が悪いですけど、犯罪は犯してないですけどね、前科者名簿には多分載ってないと思うんですけど、例えばこのマイナンバーで、ここに前科者名簿というものがあるっていうのを、これ全部この、マイナンバーでつなぐことができるんです。こんなめちゃくちゃな便利なことってないですよね。もうどんどん僕、数字で管理してほしいと思ってるんですよ、本当に。そう、ね、で、例えば、ゆくゆくなんですけれども、この社保台帳の ところで、まあ、老人が一人で住んでいて、よく孤独者なんていうこともあるんですけど、例えばそのマイナンバーで管理しておいて、で、この、マイナンバーで例えば電力会社と、提携をして、朝9時半に電源が入っていなかったら、これはおかしいなとかっていうことがすぐデータベース上でリアルタイムで分かるようにするとかっていうことも多分可能なはずなんです。
ね、それを、ね、あの人間を、ね、泣き筋で管理するのが、ね、どうだこうだなんて言ってるのは、まあ、とんでもない話だなと思うんですけども、まあ、ここは僕の意見なんで、はい、アクセスの話に戻ります。こういうものをこれを主キーで1個でつなぐっていうのが、メインのものなんです。だからアクセスでやった場合にもうこれあらかじめこうもうこうやって ID っていう風にして振られちゃってるんですよ。振られちゃってるんです。で、じゃあこの ID をなくすにはどうしたらいいかっていうと、もうこれ別に切り取っちゃったら構わないです。切り取っちゃって、じゃあ社員 ID を主キーにしようっていう風にすると、これはこのまま主キーに行けます。はい。じゃあ、もう一回 Excel の画面に戻ります。この、この1234、まあ単純な番号なんですけど、ここで皆さんちょっと自分自身で考えていただきたいんですが、1億2000万分の1ということは、国民一人一人に唯一のキーを振るわけです。はい。1234が2個も3個もあったら役立ちません。1234の、ID で検索した場合に、山田太郎と山田花子と井川直介が引っかかってきたら、これはどうしようもないですよね。どうしようもない。だから一つのキーなんです。検索するためには一つのキーなんです。だからアクセスもそうなってます。この社員 ID は重複は絶対に許さないんです。わかりますか？絶対に重複はさせません。重複したしちゃうと意味がないからです。ほんで、もう一個重要な原則があって、これは何かっていうと、空。つまり、こういう状態をデータベースでは登録させないようにしてるんです。はい。で、これをやるとですね、もう訳がわかんなくなってくるんですね。例えば、よいと。これはいいですわ。一番初めに多分つまずくとこっていうのはここなんです。こう、まあ、パッと90件のレコードを貼りますと。で、テーブル1、これちょっとめんどくさいんで、そのまま上書き保存しちゃいます。はい。で、構造を見ます。そうすると、貼った場合っていうのは、適当になんですけど、まあ、必ず ID が主キーに設定されます。で、ここ僕問題番号を、ここの、番号を、そのまま保存したいなというふうに、思ってる、ここは問題番号を主キーにしたいなと思うので、そのまま、主キーに設定して、これはなんで今素直にバーっていけたかっていうと、重複しなくて空がないからなんですよ。じゃあちょっとやってみましょう。例えば、これをこう貼りますよと。ほんで、これをコピって、あ、いや、間違えた。をやると、今なんでこれが出てきたかっていうと、重複するキーが出るからって、もうなんかこのインデックス式またはリレーションシップで重複される値が生成されるため、テーブルを変更できませんでした。重複する値のフィールドの値を変更するか、インデックスを削除してください。または重複する値で使用するように再定義してください。もうここでもうビビデバビデブーですわ。もう何も言ってるのかわかんない。で、なんか、とりあえず やったら、なんか、貼れた。まあ、90件は貼ることができたんですけれども、これは、ここのところに1件、貼れないのがあるので、これがもうなんで貼れないのかがもうわからない。わからないんです。はい。んじゃあ、もう一回やってみましょう。で、このミスもね、行きがちなんですわ。例えば、ここの、主キーを外して保存すると、これね、保存はいけるんですよ。よいと。はい、91件、貼れました。じゃあ、今度はテーブルの構造を変更しようと思って、問題番号のところに主キーをつけて保存すると、やっぱりこういうふうにエラーが出てくる。もう何が何だかわからない。っていうふうになっちゃうんですね。で、まあ、重複してるもののデータベースが意味がないかっていうと、意味はなくはないですけど、先ほど言ったように、もう一回 Excel で出しましょう。こういうような
こと、こういうような全部のデータベースをつなぐっていうことがですね、できなくなっちゃう。できなくなっちゃうから、あまり意味がないですっていうことなんですよ。多分皆さんが会社で使ってる Excel っていうのは、もう入ってるところに重複項目、まあ、重複していい項目もあるんでしょうけど、重複していい項目じゃないものっていうのがどん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 重複していって、いくらあの検索書のね、あの VLOOK とかでぶつけてもなんか合わねえなとか、わこれが2つあるからどうしたらいいだろうかみたいなことになってくると思うんですね。で、こういうことを、避けるために、手記っていうのはあるんだっていうことを覚えてください。で、これが分かると、あのこの仕組みが分かると、あのアクセスの仕組みって10割のうち、そうですね、2割か3割なんですけど、それを理解したと言っても私は過言ではないと思います。なんでそう思うかっていうと、この手記の理屈が分かると、一番初めにやったオートルックアップクエリ、これが分かります。オートルックアップクエリが分かると、関数なんか使おうだなんて思わないんです。 Excel でやってた関数を使って、これとこれをこうつなぎ合わせてどうこうなんてことはありません。全部クエリで任そうと思います。そうして考え方としては、 Excel からアクセスに例えば飛ばすときっていうのは、もう、クエリでわざわざ抽出しなくても、抽出したい言葉を全部 Excel で加工した上でアクセスに飛ばして、そこでクエリで全部引っ張るっていうことを覚えると、業務ってめちゃくちゃ早くなるんですよ。多分、僕よりも数倍優秀な方がこういったデータベースを作ってやっていると思うので、あらかじめもうどこを引っ張りたいかっていうものをデータベース化しておけば、僕っていうのはもう丸裸な人間になってしまうということになると思います。手記っていうのはこんなに便利だっていうことをまず覚えてください。手記はもう一度言います、重複を許しません。そして空白を許しません。で、手記があるとデータベースをつなぎ合わせることができて、めちゃくちゃ便利だということになります。これが、アクセスって何っていうふうに聞いた場合に、皆さんが最初にぶつかる言葉、これがリレーショナルデータベースということになります。リレーショナルデータベース、これができるからアクセスは便利だっていうことを覚えてください。ちょっと長くなりましたね。久々なんで、ちょっと熱のこもったあの喋り方になったかもしれませんが、また近いうちに更新をしたいと思いますので、見捨てないで、ご視聴をお願いいたします。また興味の持った方、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。